ウィリアム・ハミルトンは、イギリスの画家、挿絵画家である。ロンドンのチェルシーで生まれた。イングランドに住んだ、イタリア人装飾画家、版画家のアントニオズッキと知り合い、ズッキのもとで数年間、イタリアで働いた。はじめ建築関係の仕事をしていたが、演劇に関する絵を描くようになって、有名になった。1784年に、 王立美術院の巡回院となり、1789年に政会院となった。複製版画で、ウィリアム・シェイクスピアの戯曲の場面を描いて、出版するプロジェクト、ボイデル・シェイクスピア・ギャラリーの原画を描いた画家の一人として知られる。その他、出版社のトーマス・マクジンの聖書の物語の挿絵や、ロバート・ボイヤーのイギリスの歴史物語の挿絵の原画を描き、 版画とされて多く流通した。イギリスで活躍したイタリア生まれの版画家、フランチェスコ・バルトロッツィも、ハミルトンの作品を版画にした。例えば、1793年に、マリー・アントワネットの処刑に連行される場面を描き、海軍軍人シドニー・スミスなどの活躍を描いた絵も、残した。ありがとうございます。